機動戦士ガンダムシードフリーダム。シリーズ20年ぶりの新作として、ファンサービスてんこ盛りの最高の物語が繰り広げられたのではないでしょうか。その一因として、馴染み深いキャラや魅力的な新キャラの存在があります。今回は、そんなシードフリーダムに登場したキャラについて、各所で明かされている小ネタも含め、まとめて見ていきたいと思います。なお、本動画には、映画のネタバレを含みますので、苦手な方は、ここで動画を閉じていただくようお願いいたします。キラ・ヤマト。言わずと知れたシードシリーズの主人公で、本作ではコンパスモビルスーツ隊の隊長を務めています。劇中ではシードデスティニー時代のような悟ったような雰囲気から一転して、終わりのない戦いに悩みを抱える人間らしい姿が多く見られました。これについて監督の福田氏は、パンフレットで前作では心が壊れていたから刹那的に戦えたと説明されています。本作では精神的に回復して世界に向き合えるようになったことで、逆にディランダルの思想を否定したことは正しかったのかと悩まされるようになりました。こうして現実に直面したことで生まれた心の闇をオルフェたちに疲れ、ラクスにキラを止めてくださいと言われたことから失意に沈みますが、アスランとの殴り合いというか一方的に殴られ本音を吐き出したことで再起しました。これで迷いを振り切ったのか、終盤でイングリッドにラクスへの愛を試された際に、ラクスの全てを愛していると言い放ち、オルフェとの戦いでもラクスの愛を最大の武器として激闘を繰り広げる活躍を見せています。バクスクライン。本作ではコンパスの初代総裁という立ち位置で登場しました。実はコーディネーターの上位種アコードの一人で、オルフェとは対になる存在として生み出されていたことが判明しています。作中では遺伝子に運命の相手と刻まれたオルフェと出会い、惹かれていく自分に戸惑いを覚えるようになりますが、それでも最終的にはオルフェになびくことはなく、自身が愛すると決めたキラへの思いを確固たるものにしました。なお、必要だから愛するのではありません、愛しているから必要なのです、というセリフは名セリフでありながらも、その秀逸な言い回しからネット界隈では様々なオマージュゼリフが作られています。終盤ではプラウドディフェンダーに自ら登場してキラに届け、その後もキラの隣で最終決戦へと挑みます。以前は人間味が見えないキャラという声もありましたが、今作ではキラの帰りを心待ちにし、好物を大量に作るなど年相応の可愛らしい姿が見られました。なお、福田監督の裏話によると、この料理はキラの好物ですが、とんでもない量が並んでいるのは放っておかれているキラへのちょっとした嫌がらせとのこと。よく見るとワインもありますが、キラはこの時19歳なので、プラントでの飲酒可能な年齢は現実の日本とは異なるようです。シン・アスカ。シード・デスティニーにおける主人公の一人で、現在はコンパス所属のモビルスーツパイロットを務めています。前作と比べて精神的に立ち直っており、本来の明るくて素直な性格が随所で現れていました。ただそれゆえに起きるコミュニケーションのズレもあるようで、作中ではベッドで真のバカというルナマリアと甲板で一人ため息をつく真の様子も見られます。こちらは監督からベッドシーンの後を匂わせる話が明かされています。ダンスシーンでアグネスから彼氏である真のことを煽られたルナマリアが、シンを誘ったもののすれ違ってしまったということでしょうか。戦闘においては一緒に戦おうと手を差し伸べてくれたキラに全幅の信頼を寄せていて、キラを見習ってのことなのか、特にイモータルジャスティス登場時は敵のコックピットを狙わない戦い方を貫いていました。また民間人を守るようにシールドを置いていたり、飛んでくるミサイルをビーム三連射で的確に破壊するなど、その高い戦闘力も見せつけています。冒頭でアグネス援護しろと言っていますが、この援護というのはただ攻撃を手伝うというのではなく、民間人を守る行動を手伝ってほしいという意味なものの、不器用な言い回しをしてしまっているので、アグネスに真意が伝わっていないように見えるのは私の気のせいでしょうか。キラとアスランの殴り合いの際には一方的にキラの味方をしようとする忠犬ぶりを見せるも、二人のパンチを受けてしまっていたり、物語終盤では尊敬するキラから信頼を得て嬉しそうにする姿も印象的です。さらに愛機であるデスティニーに登場してからは圧倒的な強さを発揮し、ジャスティスをディスりつつ、ブラックナイトスコード4機相手に
ほぼ無傷で勝利を収めるなど大活躍を見せていました。ブラックナイツたちが真を闇に落とせなかったことから、ステラの加護に加えて本人のわだかまりが消えていることが伺えます。ウナマリア・ホーク、今作ではコンパス所属のモビルスーツパイロットで真の恋人です。子供っぽい真によく振り回されてはいますが、真のことを心から愛しており、行方不明となった真と再会した際には泣きながら抱きしめていました。物語終盤では再びインパルスに登場し、組織を裏切ったアグネスと対決します。妥協して真と付き合ってると思っていたアグネスに真っ向から真への愛を示し、そのままアグネスのギャンを撃墜しました。なおギャンを撃墜した際の攻撃はゲームオーバーブーストで早速再現されています。また特典小説月光のワルキューレでは、以前ルナマリアは彼氏をアグネスに寝取られたことが明かされています。それを踏まえると、組織を裏切った上自分の彼氏を寝取ったアグネスを最後にわざわざ迎えに行っていることから、ルナマリアの器の大きさがよくわかるのではないでしょうか。アグネス・ニーベンラート、コンパス所属のモビルスーツパイロットで、ザフト時代は月の防衛ラインでの活躍から月光のワルキューレの異名で呼ばれていました。承認欲求の塊のような人物で、女として高いプライドを持っています。自分の価値を高めるためスペックで男を選んでおり、劇中ではキラを狙ってことあるごとにアプローチをかけていますが、キラから邪険に扱われ続けたことでプライドが傷ついていきました。そんな中、自分を認めてくれたシュラになびく形でファウンデーションへ寝返りました。なお立ち位置的には逆襲のシャアに登場するクエスパラヤのようになっています。クエスはシャアから行くかいと言われて同行しており、アグネスはシュラから来るかいと言われて同行しているので、こちらもオマージュになっているのではないでしょうか。そして最終決戦では、インパルスをカルルナマリアと対峙するも、真への確固たる思いを見せたルナマリアに敗北。その後なんとか不時着するも機体が大破し、途方に暮れていましたが、戦いを終えたルナマリアが迎えに来てくれたことで生還を果たしました。なおシードフェスの声優インタビューによると、アグネスは当初死亡予定だったそうです。アレクセイ・コノエ、女でひょうひょうとした語り口が特徴的なミレニアムの艦長です。艦長としての能力が高く、兵士からコノエ艦長の艦に乗ると生きて帰れると絶大な信頼を寄せられていました。核発射の可能性をいち早く予測し、ルナマリアに迎撃の準備をさせつつ艦を離脱させるなど生存策に徹しています。なお小説版では元教師ということが明かされており、キラを導くように見守っている様子も見られます。物語後半では、ハイジャックという形で合流したマリューに艦長の席を譲り、自身は副長として艦を支えていました。とても映画から登場したとは思えない馴染み方が印象的なキャラクターとなっています。アーサー・トライン、シード・デスティニー時代にミネルヴァの副長を務めていた人物で、その腕を買われてか本作でもスーパーミネルヴァ級ミレニアムの副長を務めています。前作から変わらず少々頼りない人物で、映画ではえと大きく取り乱す姿が印象的でした。また後半ではアレクセイがマリューに艦長を譲って副長の座についたため、なし崩し的に副長を解任されています。なお劇場版ではリアクション要員という一面しか見られませんでしたが、シードデスティニーでデュランダルと運命を共にしたダリアグラディスの息子を引き取って面倒を見ているという器の大きな人物でもあります。アルバート・ハインライン、ミレニアムの技術責任者でフリーダムのプラウドディフェンダー開発にも携わっています。技術者として優秀すぎる人物がゆえに、他人を信用しきれない一面が見られるものの、キラは技術者としても優秀ということで敬意を払っている様子が見られます。また劇中では敵艦からの集中砲火に耐える耐熱効果ジェルを開発するなど、有能ぶりを挙げればキリがありません。ただファウンデーションが仕掛けたジャミング機能ニュートロンジャマーダズラーに対しては、まだ実用化に至っていない量子スパッタリングの制御をどう解決したんだと語っていることから、上には上がいるようです。ちなみにザフトにはハインライン設計局というモビルスーツ開発を行う機関が存在しており、さらにアルバートはフリーダムとジャスティスの生みの親の一人とされています。このことからアルバートは
ザフト軍のモビルスーツ開発すべてに関する生みの親と考えることができそうです。ヒルダ・ハーケン、マーズ・シメオン、ヘルベルト・フォン・ラインハルト。ヒルダはハーケン隊の隊長で、コンパスの一員としてキラたちと共に行動しています。元ネタは眼帯をしたマチルダ・アージャン、ラクスを敬愛する同性愛者という設定があり、ルナ・マリアに抱きついていました。マーズとヘルベルトはヒルダお姉さんと呼んで慕うハーケン隊のメンバーで、ゲルググメナースに登場しています。個人的に本作ではこの3人がズゴックなどマッドアングラー隊のモビルスーツのオマージュ機体に登場すると思っていたので、まさかズゴックが登場し別の人物が乗っていたのが意外すぎました。なおマーズの元ネタは不明ですが、ヘルベルトは機甲戦機ドラグナーに登場するガナンのオマージュ、口にくわえているのは釘で体内の鉄分不足を補うためという設定が存在します。2人ともヒルダと共に激戦を繰り抜けてきたモサですが、劇中ではブラックナイトスコードのフェムテク装甲に手も足も出せず撃墜されてしまいました。なおマーズとヘルベルトはファウンデーションには水辺の化け物ケルピーがいると話をしており、撃墜される際にブラックナイツのことを化け物と呼んでいましたが、水辺といえばズゴックが連想できるということで、実はファウンデーションで諜報活動を行うズゴックが目撃されてケルピーと呼ばれているのではないかという説もファンの間でささやかれています。映画内の描写から見るとケルピーはブラックナイツを指すように思えますが、果たしていかに。生き残ったヒルダは真を救出し、しれっとラッキースケベされて驚きつつも離脱していました。宇宙に上がってからはルナマリアと入れ替わる形でゲルググメナースに登場し、真と共闘する形でブラックナイトスコードを撃墜する活躍を見せました。デスティニーの分身の後ろから飛び出してくる姿はまさにジェットストリームアタックの再来なのではないでしょうか。アビー・ウィンザー、ミレニアムのオペレーターでシード・デスティニーではメーリンがアスランと共に脱走したことで入れ替わる形でミネルヴァのオペレーターに配属されていました。前作ではヒルダ役を務めるネヤミチコ氏が声を担当されていましたが、今作ではトマツ・ハルカ氏に変更されています。もしかすると発信シークエンスの際に同じ人物だと声が被ってしまうのを避けるために変更されたのかもしれません。ビーノ・デュープレ、シード・デスティニーでミネルヴァのメカニックを務めていたシンの同僚です。アグネスの出撃時や後半のデスティニーなどの出撃時に見られるため、ミレニアムの整備担当として従事しているようです。オリビア・ラスカル、ジェミー・トンプソン、ジム・ライアー、ヒカル・ハヤテ、マーカス・マクダネル、ドロシー・ブリストル、ミレニアムのクルーたちです。正面から映ったシーンがほとんどなく、映画を見ただけでは名前も不明な人物たちが多くいましたが、機動戦士ガンダムシードグランプリ2024に伴い設定画が公開されました。個人的にはミレニアムの艦長が交代したシーンに登場したドロシーが印象的でしたが、皆様はどのキャラがお好きでしょうか。マリュー・ラミアス、言わずと知れたアークエンジェルの艦長でキラたちと共にコンパスに所属しています。本作でも引き続きアークエンジェルの指揮を取っていましたが、幾度となくその危機を切り抜けて不沈艦と呼ばれていた本艦はついにブラックナイトスコードによって撃墜され、自身も艦と共に命を落としかけますが、辛くも脱出に間に合いムーによって救出されました。後半ではミレニアムの艦長となり、ファウンデーションとの艦隊戦では戦術バジルールや体当たりを行うなど巧みな戦術で数の不利を覆しています。ムーラ・フラガ、本作ではマリューと共にコンパスに出航しており、ムラサメッカイのパイロットを務めています。物語中盤ではブラックナイトスコードに腕を切られて危機に瀕しますが、とどめの一撃に対してとっさにグレネードを打ち込み、さらにそのまま撃墜されたかのように見せかけながら落下することで窮地から逃れるというクレバーな戦いぶりを見せていました。またその後はマリューを回収、最終決戦ではゼウスシルエットを装備した暁で出撃し、オーブに向けたレクイエム発射を見事跳ね返し不可能を可能にしています。なおキラたちが暁島へ向かう際、ムーだけは一緒にいないのですが、福田監督の話によるとこの時ムーはかなりから暁を受領して一足先に宇宙へ行っていて、ちらっと描かれているマスドライバーから宇宙へ飛び立つシャトルの中にムーとゼウスシルエット装備の暁が存在することが明かされています。アーノルド・ノイマン、
言わずと知れたコズミックイラ最強のソーダッシュです。本作でもミレニアムの急旋回でレクイエムを回避するなど人間離れしたソーダ技術を見せていました。一瞬逆さになっているので乗員の安全が気になるところですが、元アークエンジェルクルーは動じておらず、アーサーあたりが驚いていそうな気がします。またファウンデーション王国に寄港した際、ミレニアムと比べてアークエンジェルが着水した時の方が水しぶきが少ないなど、細かいシーンでもノイマンの技術が突出していることがわかります。ダリダローラ・ハチャンドラ2世、今作も引き続きアークエンジェルのオペレーターを務めています。核ミサイルが発射された際にマーク70巡航戦術核ミサイルと叫ぶシーンが印象的でした。また映画でもミリアリアハウとサイアーガイルが登場していて、二人はオーブでカガリをサポートしていましたが、チャンドラは後半で地上に残り、ミリアリアやサイと共にキャバリアアイフリッドに登場してカガリのサポートを行うというシード時代のアークエンジェル CIC 担当者が揃い踏みしています。姫子ユリー、ユー霧島、映画で登場したアークエンジェルの新たな通信士です。出番が多いわけではありませんでしたが、特に姫子は密かなファンが多そうな気がします。小次郎マードック、アークエンジェルの整備士です。ナチュラルやコーディネーターに分け隔てなく接する気さくな性格で誰とも仲良くしています。映画でもキラのことは変わらずボーズと呼んでいました。リオマオ、本作で初登場したラクスの秘書官です。コンパス総裁であるラクスと常に同行していました。核攻撃を受け宇宙へ上がる際もラクスと共に脱出しますが、その後の動向は明らかになっていません。アスランザラ、劇中ではターミナルの構成員としてファウンデーションの裏側を密かに探っていました。その後ブラックナイトの策略でキラが窮地に陥った際はまさかのズゴックで駆けつけて救出、ラクスに捨てられたと思い自信喪失したキラを拳で修正し再起させていました。本作のアスランはモビルスーツ戦において無類の強さを発揮していて、扱いが難しいストライクフリーダムのスーパードラグーンを難なく操ったり、ズゴックでブラックナイトと互角に戦うなど迷いがないアスランが一番強いということを証明しています。なお最終戦ではシュラの独身術に対してカガリの裸体を想像することでシュラを動揺させるなど、その奇想天外ぶりにファンから最もフリーダムな男と呼ばれています。また福田監督インタビューによると、いつもキラが正しくてアスランが間違っているような流れができている中、映画ではアスランが正しくてキラが間違っている展開になっていますが、考えてみると映画のアスランは正しいことを言っているものの何かが違うと感じていたことから、かっこよく描かれすぎなのではないかと感じて、あえて少しスケベという要素を入れたことが明かされています。アスランは最強の強さを持つとはいえ、完璧とは言えない人間味を持つというところも魅力の一つなのではないでしょうか。メイリン・ホーク、映画ではアスランと共にターミナルに出航しファウンデーションの裏側を探っていました。劇中ではハッキング技術の高さを生かしてアルテミス要塞のシステムを乗っ取るなどの活躍を見せています。短時間でシステムの全てを掌握できるハッキング能力の高さから、ある意味敵に回すと一番怖い人物な気がします。シードデスティニーではアスランに好意を寄せていましたが、池袋で開催されたシード展では今は良き同僚と思っているということが明かされました。シードデスティニーの後を描いたドラマ CD の時点でアスランを面倒くさい人と感じるようになっていたので、本作ではすでに男としてはなしという評価に落ち着いているのかもしれません。カガリエラ・アスファ、オーブ代表首長でコンパス組織の主導を担う立場にあります。劇中ではファウンデーションの動きに対抗して素早く国民を避難させており、さらにレクイエム発射を阻止するため暁を早々に宇宙へ上げるなど指導者として大きく成長していました。最終決戦の際には自らストライクルージュキャバリアアイフリッドに登場して出撃し、地球からインフィニットジャスティス錦を遠隔操作で操縦する姿を見せています。ブラックナイトスコード芝との戦闘中、どのタイミングで操縦を交代していたのかはよくわかりませんが、一瞬だけまるで闘牛士が赤マントを構えて突進を受け流すかのようなモーションが見られたので、アスランらしからぬ動きに感じるため、そこはかなりが操縦しているような気もします。東谷馬島、
14歳という若さながら、利発さを買われ、かがりの秘書を務めている少年です。また、いずれオーブの代表出張に、と考えたかがりから、帝王教育を施されています。映画内では、かがりの周囲に、五大士族らしき服装の人物が、当夜を含めて5人立っている姿が確認できるため、当夜は、五大士族の一つである、真島家の血縁者と思われますが、詳細な設定はまだ明かされていません。なお、舞台挨拶で、福田監督は、当夜が育った後かがりは引退すると語っておられるため、その時、かがりはアスランと結婚するつもりでいるのではないでしょうか。エリカ・シモンズ。オーブの国営企業であるモルゲンレーテ社の技術者です。アストレイシリーズから暁まで、そしてフリーダムなど核動力機も含めて、コズミックイラの世界の最高峰のモビルスーツのほとんどを知る人物となります。本作では、ライジングフリーダムなど機体を失ったキラたちに、暁島で密かに修復、回収していた、ストライクフリーダム、デスティニー、インパルスを受け渡ししていました。もはや、エリカの手にかかれば、作れないモビルスーツは存在しないのではないでしょうか。カズイバス・カーク。もともとはキラの学友ですが、映画では、プラントのクーデターに関するニュースが報道される場面で、オーブにいる様子が一瞬描かれています。レドニル・キサカ。常にカガリを見守り続けている、軍人です。映画では、アルテミス要塞へ侵入する、キラたちと共に登場。肉弾戦のできないキラに代わって、ラクス救出の手助けをしていました。池谷、ゴウ、西沢。シードデスティニー時代は、村雨三人衆として登場し、カオスを撃墜していました。映画では、キサカと共に、ズゴックのキャバリアアイフリッドに乗り込み、ラクス奪還作戦を実行しています。ワルター・ドラメント。現プラントの最高評議会議長で、作中では、珍しく、中立派の立場にある人間です。穏やかな雰囲気をまとっていますが、鋭い洞察力の持ち主で、キラが抱える苦しみに気づいている様子を見せていました。劇中では、クーデター派に身柄を拘束されそうになりますが、間一髪でイザークに救われ、エターナルへと避難していました。ハリ・ジャガンナート。プラント最高評議会の国防委員長で、ナチュラルとの融和を嫌う、急進派の一人です。終盤ではファウンデーションと結託し、放棄の際には、軍を率いて、評議会を占拠しています。その後、ナスカ級に乗り込み、クーデター軍を率いて出撃するものの、駆けつけたイザークとディアッカに降伏を促されました。しかし、イザークたちの必死の説得にも応じず、最後は、デュエルのランサーダートで、ブリッジを貫かれ死亡しました。イザーク・ジュール。本作では、ザフト参謀本部に勤務する情報将校となっています。劇中では、ジャガンナートが引き起こしたクーデターの際、ワルター議長を引き連れて脱出してエターナルに合流します。その後、ミーティアを装備したデュエルブリッツで、ジャガンナートたち急進派を止めるべく出撃しました。そして、クーデターを起こした兵士の前に立ちふさがり、リアッカに、もう無理だと諭されるまで投降を呼びかけ続けています。シホ・ハーネン・フーズ。元はモブキャラの一人だったはずが、人気の高さから、モビルスーツバリエーションなど抜擢される機会が増えたジュール隊の一員。スパロボ関係ではセリフがあったものの、テレビ版ではセリフなしのキャラでしたが、映画では、ついにセリフもつきました。エザリア・ジュール。イザークの母親です。シード時代は、パトリック・ザラを補佐する、急進派の人物でしたが、ヤキングウェ攻防戦の後は失脚しており、シードデスティニー時代の立ち位置が不明な人物でした。しかし、その後を描いたドラマ CD では、イザークにお見合いをさせようと奮闘する姿が描かれている人物でもあります。というところから来ているのか、映画内では、イザークに同行する志保に視線を向けていますが、これは、福田監督曰く、花嫁候補の品定めということが明かされています。リアッカ・エルスマン。シード時代からのイザークの相棒的存在で、本作でも、イザークと行動を共にしています。物語終盤では、急進派の動きをイザークに伝え、共に議長を連れて脱出して、エターナルに合流しました。その後、イザークと共に、ミーティアを装備したライトニングバスターで、クーデター派鎮圧のために出撃しています。なお、リアッカとイザークが、ジャガンナートに対して、忘れてねえよ。だからこそ、こんなことは、もうやめねばならんというセリフを放っていますが、これは、デュランダルの、人は忘れる、
そして繰り返すに対するカウンターになっていると考えることもできそうです。アンドリュー・バルトフェルド、マーチン・ダ・コスタ。キラに戦争の意味を考えさせるきっかけを作った人物であるバルトフェルドとその副官であるダ・コスタ。シード・デスティニーではキラたちの仲間として戦っていましたが、映画ではクーデターを抑える際にチラ見せ登場のみとなりました。なおダ・コスタはバクーが映るシーンで登場し、バルトフェルドはダ・コスタのすぐ後のシーンで登場しています。アウラ・マハ・ハイバル。ファウンデーション王国の女王でかなり幼い外見をしていますが、もともとはラクスの母親と同世代の人物です。小説版では同名の女性がコズミックイラ25年に存在することから、実年齢は50歳前後と思われます。アコードの生みの親でコロニーメンデルにおける遺伝子研究やデスティニープランにも関与しているシード界の闇を生み出した人物の一人となっています。デュランダルのように平和な世界を作ろうとする理性的な感じではなく、かなり傲慢で感情的な性格が見受けられ、劇中ではキラの煽りによってレクイエムの照準を変えるなどの場面も見られました。なお見た目は幼児ということで、自身の記憶をそのまま別の体に移し替えていると思われますが、どのような手段で移し替えたのかは明かされていません。メンデルで研究が行われていた頃の人間といえば、ムーの父アルダフラガがいます。アルは自分のコピーを作り出すべくラウレ・クルーゼを作らせましたが、ラウはアルの記憶を受け継いでいるわけではなく別人でした。つまりまだ人間の記憶をそのまま移す技術があるとは考えにくい時代です。しかし漫画アストレイシリーズではカーボンヒューマンと呼ばれる元の人物の遺伝子情報を用いて記憶をコピーした人間を生み出す技術が登場しているので、アウラはカーボンヒューマンを発展させた技術で自身の年齢を幼くしたと考えることができそうです。激高しやすい性格や話し方から中身が50歳と考えにくいシーンが後半では見られますが、もしかするとカーボンヒューマンのように性格も少し劇場的になるという欠点を抱えた技術で幼児化しているのかもしれません。オルフェラム・タオ。わずか20歳でファウンデーション王国の宰相を務める青年です。その正体はコーディネーターの上位種であるアコードで、ラクスと対になる存在として生み出されたことが判明しました。劇中では運命の人であるラクスに猛アピールをかけています。一方ラクスを横取りしたキラには深い嫉妬の念を抱いていて、お前は戦うことしかできないとキラを糾弾し、ラクスとの仲を引き裂こうとしていました。しかし役割としてのラクスしか見ていないヨルフェにラクスがなびくことはなく、キラも仲間に叱咤され立ち直ったため、終盤では徐々に余裕をなくして感情的になっていきました。シュラ・サーペンタイン。ファウンデーション国防長官兼アウラ女王の親衛隊とブラックナイトスコードの隊長も務める人物です。作中屈指の戦闘力を誇り、剣術では真を圧倒しています。アスランを最強のパイロットと一目置いており、劇中では3度にわたって対戦することになりました。最終決戦ではアスランによるハレンチな妄想に翻弄されるも、ジャスティスの片腕を切り飛ばすなど互角以上に戦う姿を見せています。なおシードフェスのオーディオコメンタリーによると、シュラは童貞なのでハレンチシーンでものすごく驚くよう指示されていたとのこと。アコードは人の上に立つ存在とされていますが、その教育の中に女性について学ぶことは含まれていなかったようです。戦闘前にアグネスと肉体関係を持っていれば、勝敗の行方はまた違ったものになっていたのかもしれません。私の思いがあなたを守るから。イングリッド・トラドール。ファウンデーション国防秘書官で最小であるオルフェを支える立場にあります。オルフェに好意を寄せていますが、ラクスと結ばれる運命にあるオルフェには思いを告げられずにいました。しかし役割や価値にとらわれず、愛したいものを愛するラクスの姿に次第に心を乱されていき、最終的にはオルフェと運命を共にしました。独身術を持つアコードたちの中でオルフェの思いを悟られないようにしていたことから、心を相当強く閉ざしていたことがうかがえます。リベラード・トラドール。ブラックナイトスコードの一員でイングリッドの妹にあたります。落ち着いた雰囲気の姉とは違い、精神的に幼く挑発的な態度をとる人物です。最終決戦ではデスティニーの分身に翻弄されている間に
接近されたヒルダのゲルグヌに撃墜され死亡しました。またこのリデラードの死のイメージが他のメンバーにも共有されてしまったのか、3人とも死の恐怖に怯えて隙を見せた結果、続けざまに撃墜される羽目になりました。ダニエル・ハルパー、ブラックナイトスコードの一員で黒いマスクをつけ、気だるげな雰囲気をまとっている少年です。常にマスクをつけている理由については、匂いが苦手と福田監督から語られています。フリーダム強奪事件のことでコンパスは大したことなかったと言っているため、実際に強奪されたストライクフリーダムと戦った人物なのかもしれません。小説版では核ミサイルを発射する際、兵士に銃を突きつけて恐怖に陥れることでパスコードを頭の中に思い浮かばせて読み取っています。また最終決戦ではデスティニーの分身を見た際に、こんなの知らないよと動揺する姿が見られました。リュシェンジアン、ブラックナイトスコードの一員で粗暴な口調のメンバーの中では珍しく、丁寧な口調で話す青年です。しかし丁寧なのは口調だけで、他メンバーと同じくコンパスのメンバーを見下しています。ダニエルやグリフィンと共にアークエンジェルを撃墜するなど、中盤は活躍を見せますが、終盤はデスティニーと真の強さになすすべもなく撃墜されました。グリフィン・アルバレスト、ブラックナイトスコードの中でも特に口の悪いキャラで、敵機を戦闘中に煽る言動が目立ちます。劇中では闇に落ちろキラヤマトというセリフに代表される通り、精神攻撃は主にグリフィンが繰り出していました。しかし心の闇が深すぎる真には通用せず、むしろステラの幻影に返り討ちにあっています。フォスター、コンパスに加盟している大西洋連邦の大統領です。もともとコンパスにいい感情を持っていなかったのか、キラの暴走によってファウンデーションが炎に包まれた際にはキラを徹底的に糾弾していました。その後カガリが感情的に反論してしまったため、コンパスを見限ることになります。ミケール、ジブリール亡き後のブルーコスモスを束ねる地球連合軍の大佐です。劇中ではキラが見た幻影として登場したものの、本物がどこにいるのか分かりにくくなっていますが、基地が核ミサイルを受けた際、一瞬だけ登場しては核爆発に巻き込まれて死亡しました。ということで劇場版キャラクター集でした。ファンサービスてんこ盛りで、新キャラ既存キャラともに見せ場が多いのもシードフリーダムが最高のお祭り作品となった一因と言えるのではないでしょうか。今回は回想として登場したキャラは省いていますが、回想も含めるとさらに多くのキャラたちが出ていると思います。ぜひ皆様の好きなキャラや他にも気づいたことなどもコメントで教えていただければ嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。